このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで数多くの国際試合が開催されています。この時間は浦和レッズ対柏レイソル、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが現在は曇っているんですが、先ほどまでは雨がぱらついていました。浦和はこの試合4-5-1というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、このシステムのいいところは両サイドハーフが上がることによって、すでに 4-3-3 にトランスフォームできているところですよね。例えば守備からカウンターへの流れなんかは両サイドのオーバーラップで数的優位な状況を作れますからね、はい、あとは特徴でもある前線トップの役割がポイントになってきますよね。浦和のキックオフでスタート。浦和レッズ対柏レイソル、まあゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちのサッカーをすることをまず心がけることですよね。なるほど、どういった立ち上がりになるんでしょうか。関根、スルーパスを出す。いいボール入りますよ。抜けてくる、中へのクロス、松本しっかりと抑えました。大きく前線へ、ここで受けて、ギルーク狙ったボール、ここで受ける、メーター止めた。いやすごい反応を見せました。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。さあどうだ、スーゾン狙いしましたんですがヘディング決まりません。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。キーパーからのロングフィード、さあ来たか、いいプレッシャー、長いボール縦へ、おいい形ですよ。スペースを狙う、さあ来たよ、シュート、わあ来た、先制レイソル。いやこれは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか？いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと決めれるところで決めることができる決定力がこの素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。さあ柏この早い段階で先制しました。いや目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。ふわっとしたボール、シュート、うわー決まった、追いついた、素晴らしいゴールでしたね。北澤さんこれ早かったですね。すぐまた決めて追いつく、この短時間の流れは非常にいいですよね。今の得点いかがですか？いやしっかりタイミング合わせて見事なボレーだったと思いますよ。いやドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してたイメージが共有できてないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。浦和ここで追いつきました。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。そうですね。伊藤、さあカウンターを仕掛けます。
裏を狙っていきます。これいいでしょ。カスタシュート、うわ、一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。パスは今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。コーナーキックのチャンスになります。このコーナーはどうだ。ボールが上がる、ヘディング、勝ち越し、いや素晴らしい。試合をひっくり返します。コーナーから頭でしっかり決めました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあ浦和1点をリードしてリスタート、立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。はい、柏は先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージです。シュート、いやスルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。あのチャンスをよく見えてましたよね。出る瞬間にはチャンスだと思いませんでしたけどね。絶好のチャンス、ものにできません。どうサイド裏へ届くか、いいボールだ、裏へ抜けた、仕掛けるか、来た、さあどうだ、ここは通しません。さあ一気にカウンター、長いボールを送ります。はい来た、お、これいいですよ。この柔らかいパス、ここ拾って次につなげたい。浦和レッズアーチのようなパス、さあ抜けた、抜いた、どうだこのシュート、いやーキーパーよく止めましたね。ナイスセーブですよね。これは素晴らしい反応でした。柔らかいボール、シュート、いやー惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。橋は奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。柏これは奪い返します。裏を狙う、いいボールだ、おいい形じゃないですか。自分で行くクロスを選択、浦和はここクリアで難を逃れます。とこれはつながりません。大きく縦へ、これはどうやらオフサイドのようです。バー前へ蹴り出します。おいい形じゃないですか。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へのスルーパス、これはどうだ、小山津へのボール、いい展開ですね。西川ここは抑えました。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。失点の後怒涛の攻撃、前半が終わりました。いや面白い前半でしたね。同点に追いついた勢いで一気に逆転まで持ってきましたからね。自分たちの時間帯にどれだけ有効的な攻撃をしていたかということでしょうね。浦和レッズ対柏レイソル、浦和が2対1とリードして後半に折り返します。さあ後半スタートです。縦へのボール、旗が上がっています。オフサイドです。
ボール、さあ左へ預けて、このスルーパスは通りません。さあ来た、これ出るか、さあカウンタースピードを上げたいところ、裏を狙っていきます。いけるか、裏へ届くか、もうこれいいでしょ。さあどうだ、さあマテウス・サビオ、パスはボール、コーナーキックです。上げてくる、どうだ、カット、おいい形じゃないですか、クロス低い、どうだ、あこれファン、このクリアボール次へつなげたい。豊島スペースを狙う、緩いボール、これは最初に、さあ来たか、上がる、ここはつながりません。大きく縦へ、さあカウンターのチャンスになります。ロングフィードで狙う、オフサイドです。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。大きく縦へ、豊島右サイドを振って抜けてくる、さあどうする。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。ここでファウルがありました。柏がここで選手を変えるようです。さあフリーキックのチャンス、ゆるく狙ったボール、さあつながるか。柏としては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね。セーフ、触れた、これは素晴らしい反応でした。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。このピンチよく防ぎました。コーナーキックのチャンスになります。ボールが上がる、アウトまで来た、これはわずかに右でした。浦和決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。浦和はここでベンチに動きがあります。チアゴ、先ほどゴールを挙げたんですが今日はここで下がります。キーパーからのロングフィード、激しいボールの奪い合い、スルーパスを狙う、いいボールだ、カウンターを仕掛けていきます。いい形ですよ。さあどうだ、低い弾道、シュート、いや果敢にオーバーヘッドで狙ったんですがここは決められません。アクロバティックに狙ってきましたけどもね、こういったプレーがあるとねスタジアム盛り上がってきますからね。柏、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ここはすぐ奪い返します。柏サイドを縦に走らせます。さあカウンターのチャンスになります。来ましたよ、クロスを選択、柏一旦クリアで落ち着かせます。さあ右へ預けて、ここは通しません。前線へ長いボール、豊島パスでつないで攻め込んでいきます。長いボールを送ります。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。ここで受けて仕掛けるか、自分で行く、もうこれいいでしょ、シュート、いやドリブルで切り込んでいきシュートを打ったんですがこれは決まりませんでした。非常にこうアングルを見つけながらねボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。あわやというシーンでしたがここはしのぎます。コーナーキックです。上げてくる、どうだ、ルーズボール、
いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところでしょうね。柏はタイムアップ間近というこの状況を展開していけるのか。長いボール縦へ、ここはつながりません。縦へ送る、浦和もう無理にはいきません。浦和としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。マテウス・サビオ、今日ワンアシストです。三つ丸、島村、裏を狙う、いいとこありますよ。さあどうだ、ここは通しません。豊島へ柏展開していけるのか。もうタイムアップ、試合終了、2対1、浦和逆転で勝利。北澤さん、結局逆転という形で試合が決まりました。強さ本当にこう見せてくれましたね。なるほど、浦和としては自分たちのサッカーがやっぱりしっかりとできたってことですよね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。浦和が見事な逆転勝ちで試合を決めています。